おお、こんな感じなのオープニング、うん、ちゃんと初めて見た。いいやろ。いいね。どうも、白石哲です。コムコです。本日はポケモンスタジアム2で遊んでいきたいと思います。えい。いやー、俺リアルタイムでちゃんとやってないからな、発売当時に。まあね、64持ってなかったんでしょ。持ってなかったからね。うん。1P は白羊です。はい。 2P はポムコですね。はい、そうです。ドレスこれ？これか。うん、そここっちか。そこから右かな。あこれ、あこれ、その下、これじゃないの。えー、これだってミニゲームじゃないの。じゃあそのミニゲーム、あ、それ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 、これか。フリーバトル、それのはず。じゃあ今回はフリーバトルで遊びます。えい。組み合わせを決めてください。これ何？ 2対2？ じゃあ 1P 対 2P で今回はね。ああ、なるほど。白羊対ポムコなんで。どれでいいの？レベル50固定でいいのかな。多分ね、何でもありにしとけば、うん、多分勝手にレンタルポケモンみたいになるから固定になってるはず。ああ、じゃあ何でもありでやります。いいと思う。あー、なるほど。じゃあ全てのポケモンがエントリーできると、1人から4人まで遊べます。レベル制限なしと、2匹同時には眠らない、凍らない、好きな数でエントリー、タッグボトルについて、最後の1匹で自爆すると負け。はい、わかりました。タッグボトルしないかも、今回レンタルのみでエントリーか。はい、はい、じゃあ俺さっきポケモン選ぶから、はい、ちょっと見ないで。見ない。そりゃそうやろ、お前見たらバレちゃうじゃん、手持ち。じゃあちょっと選んだら呼ぶから、はい、ちょっと真剣に選びたいから早くしてね。ちょっと勝ちに来てるから今回は。早くしてね。分かったって、分かったって。ちょっとそこはもういいだろう、ちょっと悩ませちゃんと。あー、どうですかな。ちゃんと御三家がいるわけな。ひとかげ、不思議だね、ゼニガメと、あとキャタピーとトランセットバタフリー。あー、これ昔のポケモンだからやっぱり昔のポケモンしかいない感じだね。うわー、どれんすかな。あいつがどれを選ぶかなんだよな。あー、どうしようかな。多分だけどペルシアンかライチュウかな、こいつか。あとライチュウ、どっかいたかな。ああ、そうそうそう、ライチュウを選んでくると思うんだよね。メガトンキックとペルシアンはキリサクだったかな。キリサクが必ず急所に当たるっていうチートキャラなんですよ、この2体。確か俺が知ってる限りだと。だからな、選んできそうなんだよな。となるとどうしようかな。いやー、これやっぱね、結構悩んじゃうね。いやー、そうか、伝説もいんのか。いや、でも伝説はなー、そんなに強くなさそうだな。能力自体は強いはずなんだけど、下に伝説で言ってもな。どうしようかな。よし、決めた。この6体でいくか。よっしゃ。じゃあ次は私が選びます。どうしようかな。あのね、多分シロさんはね、私が選んでくるポケモンを予想してるはずなんですよね。で、私が選ぶ予定のポケモンはペルシアンなんですよ。
これは私が昔ポケモンスタジアム2を弟としてる時にペルシアンは切り裂く覚えてないけどそれが毎回急所に当たるっていうチートなペルシアンなのでこれはめっちゃ強いんですよ。やけどそれは私が選んでくるという予想を立ててるはずなんですよ。ってことはこいつに強いやつを選んできてるはず。だから多分ペルシアンはノーマルだから格闘系のやつを選んでるんじゃないかなっていう私の予想。だから飛行系は外したくないねっていう感じ。とりあえず予想してた通りこいつは入れたい。でこいつの対策として多分格闘タイプを持ってきてるんですよね。だからそれに対抗するやつを入れたいけどどいつを入れるかが問題。前一回ね広執事とポムコで対戦はしてるんですよ。一回ね買ってすぐの時ぐらいに。その時はなんかわかんないけどすっごいいい戦いになったんだよね結局。で私が負けたんですけどどうしようかな。こいつが強かったような気が。どうだったっけ。でもなんかこいつかっこいいな。こいつ入れるかな。あとは私の予想がわかんないけどなんか御三家のこの辺とか入れてきてると思うんだよね、うん、そんな気がしてる。でも多分さっきのペルシアン同様ライチュこいつのメガトンキックもめっちゃ強くてそれも多分予想してきてると思うんで他のやつで電気タイプ一匹入れたいなと思うけど何がいいかな。けどね、どうしようかな。伝説とか持ってくる？うわ、でもこいつ電気ショックしか覚えてないじゃん。そんなの持ってくるかな。よし、決定をしていいのかな。よし、OK。こういう感じね。白羊呼んできます。あ、OK ですか。いいよ。決まりましたか。決まったよ。よし、じゃあ戦って。うわ、なるほど、そういう感じか。え、っていうかちょっと待って。何、ペルシアン持ってきてるやん。どういうこと。いや持ってきたよ。いや一応持ってきたよ。はぁ。いや逆に俺お前ペルシアン持ってくるだろうなと思ってたから持ってきてんやん。持ってきてる。私言っとくよ、それも予想してたから。私がペルシアンを持ってくることを予想してペルシアン対策に格闘系を持ってくることまで読んでたからね、もう私は。まあまあ持ってきてます。ていうかサンダースも被ってんじゃん。被ってますな。うわ、ほんでまたゴースト持ってきてるし。お前ゲンガー持ってきてんやんけ、そんな言うけど。私本当はゴースト持っていこうかと思ったの。あ、なるほど、なるほどね。まあちょっと選んでいこうや。これ3人選ぶんだよ、3体か。違うよ、全員。全員選べるんだっけ。順番を選ぶの。だから一番最初に出すポケモンをどれか決めて、 あとは死んだ時に入れ替えて選べるから、はいはいはい、最初のポケモンをどれにするかだけを最初に。あ、そうだっけ。そうそう。あ、そっか。じゃあまあどうすっかな。でもあれはやっぱり御三家入れてきた。絶対御三家の一匹入れてくると思ったんだよね。よし、準備完了です。よし。いや、なんか御三家は入れた方がいいかなと思って。やろ、なんとなく入れてきて。絶対ね、入れてくると思った、御三家を。あー、なノーマル対決。ラッキーバーズペルシアン戦う。
どれだっけ。うーわ、まあでも必殺技ですよ。戦う構えに入って必殺技きた。しかも素早さもなんか知らんけど早いんだよ。絶対に当たる、急所に当たるベルシアのギリザク強いんだよね。強すぎ、強え強え、やべ、マジ歌われた。よし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 、おっ、おー、オッケー。熱いバトルに、そんなことあるんだね。そんなことあるかなかったね。これはもう切り裂くで終わるでしょ。切り裂く切り裂くで終わっちゃうんだけど、もう俺の方が早いからね、素早さ的には。まああとは耐えるか耐えないか、両者とも睨み合ったまま動きません。でも変えたところでな、変えたところでなんだよな、もう絶対死ぬじゃん。やっぱペルシアン強すぎる。ペルシアン強い。だって見てみ、ラッキー337も体力あるのに、一発で200以上持ってくるから、切り裂くで。強すぎるな。チートだな。強いの。チートだな。どうしようかな。まあでも前もペルシアン対策するときて。ペルシアン対策？だってゲンガーって効かないじゃん、切り裂く。ノーマルタイプだから。殺すとしても。そっか、うん、じゃあゲンガー出すわ。お前気づいてなかったのかよ。俺ピンチ出しちゃったみたいな。なんで気づいてないのよ。そっか、そうだね。効かないでしょ、だって。あ、そっか、そっか。互いに全く違ったタイプのポケモンだ。効かないよね、確かね。あ、間違えた。やべ、間違えた。やべ、やべ、やべ。戻れない。やべ、間違えて切り裂く押しちゃった。流れで押しちゃったんだけど。当たるの？さあ、今度は。あ、やっぱ当たんねえんだよね。そう、ノーマルはゴーストタイプにダメージ与えられないからさ。うわー、大丈夫ペルシアン。そんな効かないじゃん。ペルシアンでなんでそんな強いのと思うの。今サカキのペルシアンだからきっとこいつは。なんなん？サカキのペルシアンだから。よし、刺され。ペルシアンって10万ポイント覚えんの？あーでも全然効いてねえ。強えなゲンガー。おっと金縛り、おっと金縛りが来た。猫2個番を封じ込まれたけど、猫2個番どうせ使えねえしな。ちょっと指を振るで書けるかな。やべ、なんか俺今また流れとおっしゃった。これなんかあれだな。あ、まあいいや、書き文字ならいいや。ここで回避率をアップで上げていく。指を振るやってんのかお前。よーし、あー効くな。やばいやばいやばい、ペグシャン追い込まれた。さあ、両者とも激しくバトルの火花を散らしております。やばいね、20万ボルトしかないな。戦う構えに入って。よしよしよし、まあできるだけ削っていこう。さあ、今度はよーし、全然効かねえな。いいね、ゲンガーめちゃくちゃ防御力高いな。ここでナイトヘッド。ナイトヘッド来た。いいよ、よし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 、俺のペルシアンが。ああ、まあまあでもやってくれたからラッキーよ。さあ、次はどのポケモンを使ってくるのか。何で行くかやな。でもケンガーって何で行きゃいいのって感じなんだけど。うわ、どうしよう。あ、でもそうか、俺にはこいつがいたわ。行けゴースト。こいつ確かサイコキネス覚えてるんじゃなかったかな。覚えてるね。効果抜群じゃなかったか。嘘、マジ？確か。うわあ、マジか。そういうことする。よし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 。うわあ。オッケー。まずいな。打てる？あ、打った。うわあ、嘘、自分殴ってしまう。よし。バカたれ、バカたれ。いいよ。バカたれ。ゲンガー、あ、ゴースト、お前そんなバカじゃないでしょ。大丈夫でしょ。そんなお前自分に攻撃だなんて。てかゴーストの方がでかくね。でけえ。あ、身代わり？さあ、これは身代わり使ってきた。おっと、分身が消えてしまいました。まさかの分身使ってきた。さあ、熱戦が続いております。ちょっとね、指折りやってんの？何が出るか分かんないっていうのを楽しんでる今。ダメ深い。だってさ、自爆ってノーマルだから効かないんでしょ、ゴーストに。まあそうだね。あ、怪力でしょ。普通にナイトヘッドの方がいいんじゃない？ここで再起ダメージ入るし。決まった。うわ。いや。やられた。ここでダウン。指を振るはちょっと賭けだね。
新しいポケモンに入れ替えるのを待ちます。これはさてどうするかな、まあ、聞かないからねペルシア。指示が出揃って、白龍、ここで白龍の登場だ。白龍か、白龍好きだな。かわいいでしょ。かわいい。タイプの違いがバトルにどう影響するか。今のところ優勢だが、白龍って何も効かんよ。これ結構きついな。最高キニスしか打つことなくない？ここでこ、あ、混乱解けた。早いな。うわおっと、特殊能力がダウン。ちょっと強いな、やっぱゴースト。いけ。毒毒。おっと、毒毒攻撃。え？え？おっと、失敗。あ、そうか、ゴーストって毒属性入ってんだっけ。そうだ。効かないんだ。嘘だ。後手に回りまくってますね。ちょっとさあ、ここでおっと、あまりちょっと麻痺しちゃったじゃん。これはもう圧勝の予感が。いい感じの当たり。え、全然効かないじゃん。得を下がってるからね。さあ、両者とも激しくバトルの火花を散らしております。え、どうしようか、どうしよう。破壊光線効かないじゃん。もうレートビームしかないよね。さあ、これは早いんだよ、さすがにさ。おっと、これはいないっていう。うわ、耐えたな。うわ、死にたい電気。おっと、電気波。あー、マジか。同じ条件になっちゃった。さあ、激しいバトルです。どうすか、どうせ死ぬしな、次。おお。いやでもどうしよう。ちょっと待って、これはちょっとまずいよ。やっぱ最初のペルシアンが強すぎるんだよな。さあ、使えるポケモンの数に差がついている。ゴースト強くない？強いね。私前回ゴーストにめちゃくちゃにやられた記憶があったから、ゲンガー持ってきたのにやられてんだけど。やべえな、ちょっと待って、どうしようかな。ペルシアンしかないな、もう。ここでサンダース、まあまあ素早さ早いしね。さあ、まるで違ったタイプのポケモン同士の戦い。いやもう、両者向き合って。うわ、10万ボルトか。激しい攻撃。鋭い当たり。うわー、結構効くな。あ、なかなか効いた。うわー、やべーな。いいねいいねいいね、いいよ。いいよ。ゴーストが持ってかれるな。いいですね。よし、やれ。これはどうだ。いけ。やっちまえ。うわ、やられるな、さすがに。いやー、ゴーストー。ゴースト、俺のゴースト。あんなに悲しそうにやられていくなんて。いやー、3対4か。いや、でもまだ全然負けてるかな、こっち。どれに行くでも、サンダース、ノーダメでしょ。うわ、でもカメックスで言っても、うわ、どうしようかな。いや、もうブーバーしかないでしょ、こうなってこと。池ブーバー、俺の秘密兵器。秘密兵器なんて、秘密兵器なんて。何その動き、何その動き、全く違ったタイプのポケモンだ。何その動き。何が効く。こいつ面白いんだよ、なんか知んないけど。毒毒か。なんで毒毒とか覚えてんの、サンダース。さあ、この場面で、うわー、やばい。じわ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 弱らせる作戦できたか。最後気にすよ。さあ、ここでダメージ入るでしょ。うわ、そんな効かねえ。まずいな。いいねいいねいいね。やーべやべやべ、もっと効くと思ったわ。熱いバトルが展開されております。もっと効くと思ったわ。いいね。やばいやばいやばい、そいつの10万ボルト強くね、ダメージ。いや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 、効きすぎ効きすぎ効きすぎだって。めちゃくちゃ効く。いけ、炎のパンチやれ。よーしよしよしよし。いや、でもこれブーバー死ぬな。いや、これ死ぬな、ブーバー。さあ、激しいバトルです。うーわ、これサンダース突破しねえとやべえな。いいよいいよ、サンダースいいよ。いったいった、これ死んだな。やばいな。いいね。いや、いい勝負になってきたな。最初余裕だなと思ったけど、いや、でもまだこっちの方がちょっと、え、
スいわ。うわ、どうすっかな、これ。向こうにもサンダースいっぱいある。同じサンダースだからね。いや、もうこれはここしかない。これはもうこれしかないでしょ。よし。ここでサンダースの登場だ。サンダースと、サンダースで潰し合うしかないな、これ。熱いバトルが展開されております。いや、どれすか、これしかねえな。どっちのサンダースが早いんだ、素早さ。俺の方だ。うわー、ナイス。さあ、この場面で、よし、よし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 。いや、反動受けたな。すごい受け方するね。毒毒、うわー、いやらしいな。確実に削ってくるな。ここ、うわー、さあ、ここで強さが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 強この実況面白いな。熱いね。よしよし。さあ、これは10万ボルト。おっと、あまり効いていない。まあまあ、それはそうだよね。まあ、ステミタックル長かったな。でもね、自分も食らうからさ、ステミタックル。おっと、ステミタックル。いい当たり。よし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 。よしよしよし。まあでも毒浴びせてるから。結構きついな。ポケモンの数的には俺の方がまだ多い。ってくるのか。うわ、ペルシアン。と、鬼ドリル。鬼ドリルがちょっとどうなんだ、ちょっとやばいか、ひょっとして。あー、やべえな、来たな。急所切り裂くペルシアン。急所切り裂くペルシアン、強すぎる。マジでわけわかんねえよ、そいつ。いや、もうこれはもう後のことを考えてこれしかないから。よしよしよし。マジ、そっちの方が早いの、毒食らってんのに。いや、それは麻痺の時は遅くなっちゃうから。毒はあんまり関係ない。毒関係ないの。そうそう、戦で来たか。もうサンダース多分これでやられてしまう可能性あるからさ。さあ、この場面で。いやー、強えなマジで。ほんと強えな、お前。またや体力的に押されている格好だ。どうすっか。いや、どうせ毒でし。いや、どっちが効くんだこれ。どっちが効くんだ。いや、どっち効くんだ。いや、でもさっき10万ボルトめっちゃ効いてたし。10万ボルトで行こう。ちょっとのダメージ当たり。鋭い当たり。うわー、めっちゃ効くじゃん。効いた効いた。でも毒で死ぬな。あー、力尽きたか。力尽きたね、サンダース。いいよ、よくやってくれた、ありがとう。さあ、次のポケモンを準備です。さてと、ここでもう対策の指示が出揃って、エビアラーさんでいきますよ。でもこいつ格闘技覚えてた。ここでエビアラーの登場だ。一応持ってきたんだよ。え、そこ。さあ、まるで違ったタイプのポケモン同士の戦い。覚えてねえし。何のために持ってきたんだよ。じゃあ覚えてねえじゃん、まさかの。何のために持ってきたんだよ。バトルの姿勢に移って、絶対格闘タイプ持ってくると思ったんだよね、ペルシアン対策で。いや、持ってきたんだけど覚えてねえよ。球場捉えた。いいね。うわ、強え強えよ。よしよしよし。やばい、毒が。だけどだよ。うわ、これ死ぬな。さあ、今度は何それ。うわー、よし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 。うわ、だけど次そっち鬼ドリルでしょ。エビアラ効果は全然だからな。一匹しか残っておりません。そうだよ、だって私はペルシアン対策の格闘対策の鬼ドリル。刺さったけどやな。けど俺のエビアラさんも、この3種類のパンチを、緊迫した戦闘が続いている。これを持ってるわけですよ。雷パンチですよ、これは。早いか。うわ、そっちの方が早い。まずい。うわ、そら、おとぶはずるいよ、当たんないよ、それは。激しい攻撃。攻撃外れた、シュールすぎるな、絵が。そんな飛んでねえし、しかも。そんな飛んでないっしょ。当たんねえの。当たらないよ、その飛んでるのか。まあまあ、微妙な距離だな。死ね。いや、死ぬな。うわー、やべえ、なんだかんだいい戦いになってきちゃったな。いいね。お互いラスト一体体力も十分か。さあ、使えるポケモンは。いやー、頼むよ、御三家。結局いい勝負になる、ね、いい勝負なるな。やっぱレベルが。ここでカメックスの登場だ。カメックス。カメックスか。顔でけえな、お前。顔でか。顔でけえな。大詰めを迎えています。うわ、でもどう、うわ、どれで戦えばいいんだ。鬼ドリルって。うわ、もうこれでいくか。じゃあもうこれだな。うわ、嫌な予感がする。あ、破壊光線、マジマジで言ってる。
いや硬いぜうちの亀ちゃんは。いや結構効いたな。いや結構効いた。お前マジか。さあこの場面でよし。うわまあでも相手反動で動けないから、相手反動で動けないから、いやでも選択肢がな、これどうする。いや外、いやでも外したらもう一発破壊光線きたらやばいな。うわこれどうしよう。ハイドロポンプ打ちたいけど命中率ないし、かといって噛みつくでも32しか食らってないでしょ。うわやべえな。怪力トレーナーの指示がありません。ごめんってちょっとせかさないで、トレーナーの指示がありませんじゃないの。ちょっと待って今考えてっから、今大事なとこだから。地球なき打っても早くして。いやちょっと悩んでんだって。じゃあこれでいくわ。両者向き合って、およしもう動けないからね、うん、怪力ですよ。どれだけ効くか。さあここでどれだけ効くか。よし、いや全然効かん。やべえやべえやべえ。さあ両者とも体力は互角。うわ、え、次破壊光線だったら俺死ぬ？死にはしないか。いやもう急所に当たれば死ぬ。これにかけるしかない。うわ耐えてカメックス、いけ、耐えろ、死ねな、いけ、一撃、うわ残った、当たれ、ハイラボンブ、いけ、うわやばい、よっやった負けたすげえいいバトル。めちゃめちゃいいバトルだったな。負けた。いやもうギリギリ勝ったね。おー悔しい。いやギリギリ勝てたね。超悔しいんだけど、なんでペルシア持ってくんのよ。あたしのでしょペルシア。いやそんな言ったってさ、そんな言ったってさ。いや面白かったね。また負けたんだけど。まあでも次はさ、ミニゲーム対決でちょっと新しいステージでやろうかね。はい、はい、ということでバトル、フリーバトル、また次は勝つ、私が勝つ、次は。じゃあまた次はミニゲームかな、では勝負したいと思うんで、本日はここまでということでしましょうかね、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。